速約 850km で旋回を実施します。旋回時に操縦者には自分の体重の約7倍もの負荷がかかっています。高い旋回性能は空対空、空対地、戦闘ともに不可欠な能力であり、戦闘機の優劣を決定する重要な要素です。F2 の低速度における飛行性能をご覧ください。低速度で海上正面を通過した直後に低速度のまま旋回を実施します。攻撃弾種に合わせ進入高価格を変えた2通りのパターンを実施しますのでご覧ください。
または精密誘導爆弾を搭載し対地攻撃を行う能力を持っています。この能力は多くの島嶼を有する我が国への攻撃に対応するため近接航空支援等において重要な役割を担います。次はエンジンのフレームアウトを模擬した着陸要領をご覧ください。エンジンが一つしかない F2 においてはあらゆる状態からでも安全に機体を着陸させられるよう日々訓練を実施しています。Thank you.